トップ3への道はもう遠くないゴートがジーニアスチャートでトップ4に入り、世界中で大きな話題を呼んでいます。この成功は、まさに平野翔とガン太の3人の努力に敬意を表するものである。日本で最も人気のある音楽グループ、ナンバーアンダーライン愛のジュングジユータは、トップ3への道はもう遠くないと言わんばかりの活躍を見せています。 過去には100位圏外であった彼らがグローバルランキングで一気に4位にまで上昇したことは驚くべきことですね。この成功はファンの力を示すものであり、朝起きてもまだ4位にいることは喜ばしいことです。特に夕方にはアメリカのニューヨークでも上位に入っていることは素晴らしいことです。ファンが一つになると彼らはここまでの力を発揮することができるのですね。 トップ3への道はもう遠くない。彼らが iTunes で買ってくれたり、ストリーミングで聞いてくれたりするファンの指示は大きいです。こうしたサポートがなければ、彼らはここまでの成功を収めることはできなかったでしょう。ファンの団結力は本当にすごいものです。わずか3日で1000万回も再生されたことを考えると、ファンが一つになると本当にすごいことができるんですね。 彼らの成功にはファンだけでなくアメリカのファンが大きく貢献しています。アメリカの人々が彼らの音楽を愛し、たくさんのお金を払ってくれたことは感動的です。この成功はファンの力だけではなく、彼らの音楽が国境を越えて愛されていることを示しています。そして彼らの成功は止まりません。日本のファンが援護射撃し、 彼らが寝ている間でもランキングが上がり続けているのです。日本からの応援が大きな支えになっていることは間違いありません。時差を超えてファンは彼らをサポートし続けています。彼らの成功は私たち全員に勇気と希望を与えてくれます。彼らの努力と才能が実を結んだことは素晴らしいことです。彼らの今後の活躍にも期待が高まります。 これからも彼らの応援を続けていきたいですね。彼らの成功は私たちにとっても勇気づけられるものです。私たちは彼らの成功を祝福し、彼らがさらなる飛躍を遂げることを願っています。彼らの音楽が世界中の人々に愛され、支持されることを心から願っています。この成功はただの偶然ではなく、彼らの努力と才能。 そしてファンのサポートによって成し遂げられたものです。彼らの物語はまだまだ続いていきます。一緒に彼らを応援し、彼らの成功を祝福しましょう。今回の成功を祝って、彼らの今後の活躍に期待しましょう。これからも彼らの音楽を楽しみにしています。ジーニアスのグローバルランキングでの上昇は、ファンにとって非常に胸を熱くさせるものです。 彼らは一位を目指すまで、あと一息と言えるほどの順位にまで上昇しました。彼らは自分たちの努力を惜しまず、コツコツと取り組んでいます。しかし、これだけではありません。ジーニアスは単なる歌詞の提供にとどまらず、音楽の意味や背景についても提供しているメディア企業です。彼らは、あなたが歌詞を覚える必要がないように、 曲の背後にある意味を伝えてくれます。この成功により、ナンバーアンダーライン愛のグループは、ますます注目を集めています。彼らの曲は力強く、魅力的であり、世界中の人々に響いています。彼らの熱心なファンたちは、彼らをサポートし、彼らの曲を広めるために力を合わせています。しかし、ここで一つ考えてみましょう。 なぜ、ゴートがこれほどまでに成功したのでしょうかもちろん、曲自体の魅力やアーティストたちの才能が大きな要因ですが、他にも何かがあるのではないでしょうか例えば、最近の音楽シーンのトレンドや社会的な出来事との関連性はどうでしょうか音楽は時代とともに変化していくものであり、人々の心を捉えるためには独自性や新しさが求められます。 もしかしたら、ゴートが成功したのは、その曲が現代のトレンドや社会的なムーブメントに合致しているからかもしれません。また、ジーニアスが提供する情報も一因かもしれません。彼らの解説や意味の解釈は、曲に対する理解を深める手助けとなります。聴衆は、曲の背景や歌詞の意味を知ることで、より一層その曲に共感し、 魅了されるのかもしれません。さらに、他のアーティストや音楽メディアとの連携も重要です。音楽は競争の激しい世界であり、単独で成功することは難しいです。ナンバーアンダーライン愛のグループが他のアーティストたちとのコラボレーションや共演を行い、様々なメディアで取り上げられることで、より多くの人々に彼らの音楽が知られる機会が広がるのです。 この成功によって、彼らの曲の人気はさらに広まりました。彼らは英訳も進めており、国際的なファン層に向けて曲の魅力を伝えることに力を入れています。ファンたちはジーニアスを使って曲の歌詞を確認し、一緒に歌うことができます。彼らはまだまだ頑張り、より多くの人々にアピールするために努力を続けると誓っています。 ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らが一体となって取り組むことでさらに強くなることを証明しています。ファンたちは彼らを応援し続け、共に成長していくことを楽しみにしています。ジーニアスの存在は音楽の意味をファンに伝える重要な役割を果たしています。彼らが提供する情報によって、ファンは歌詞の意味や背景を知ることができます。 ジーニアスは音楽愛好家にとって貴重な情報源であり、ますます注目を浴びています。あなたはナンバーアンダーライン愛のファンですか彼らの曲や歌詞についてどのような感想をお持ちですか彼らの成功を祝福し、彼らと共に応援しましょう。最後に、ファンの支持も重要な要素です。 ナンバーアンダーライン愛のグループは熱狂的なファンベースを持っており、彼らの指示が彼らの成功に大きく貢献しています。ファンは SNS やライブイベントなどを通じて彼らを応援し、彼らの曲を広めるために積極的に活動しています。そうじて、ゴートの成功は様々な要素の結果であり、単一の要因に帰結することは難しいです。 曲自体の魅力やアーティストの才能、トレンドや社会的な出来事との関連性、ジーニアスの提供する情報、他のアーティストや音楽メディアとの連携、ファンの指示など、これらの要素が相互に作用して成功をもたらしていると考えられます。ナンバーアンダーライン I のグループは、ゴートの成功を受けて飛躍し、今後さらなる成長を遂げる可能性があります。 彼らの才能と熱意を持ったファンの支持が彼らを大きな舞台に導いてくれることでしょう。